人生はアーハウェイ、オブジェドラグネックチャンネル、ヨピチャンネルにようこそ。ヨピちゃんです。さて今回のテーマは金ピカ。過去にもね、金ピカのメイクたくさんやってるのよ。でもね、証拠でもなく、ジャンプスーツの衣装を買ったのよ。金ピカのやつ、金ピカのジャンプスーツを買ったらやることは一つ。というわけで今回のメイクのコンセプトはゴールデンセブンティース、金ピカの70年代ガール。では早速メイクスタート。あーは、コントはできた。じゃあね、やっていきましょう。まずは眉。今回のメイクはアイシャドウをかなりこう鋭くて吊り上がった感じにしようと思ってるから、眉も同じく吊り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 。そしたら眉尻に向かってね、アイシャドウを使って暗くして奥行き出していきます。うん、ツリツリで素敵。そしたら恒例のおけっけ描いていきます。そしたらね、おけっけ描いちゃう前に、今回のコンセプトの金ピカ眉毛にもね、ちょっと金ピカな要素を入れていこうかなと思います。金ピカ、うん、いい感じ。そしたらこの眉頭に眉毛のベースで使ったのと同じリップグロスを使ってグラフィカルな毛描いていきます。そしたらね、眉毛の下のラインを整えたら眉毛完成。あーは、眉できた。見て、つりつりのつり眉、眉頭の金ピカ、もうなんだかとってもつやかわ。大変よくできました。じゃあね、そしたら続いてアイシャドウの1。さっきもね、ちらっとお話ししたんだけど、かなりこう鋭くて吊り上がったアイシャドウを目指していきます。それじゃあ早速お粉乗せていきましょう。今回使うパレットはこれ。まずはね、以前のドブネズミメイクの時みたいな眉間のこの辺りだけのアイシャドウを乗せていきます。鼻っ柱のスタート位置がもうかなりすでにこう目よりも低い位置っていうね、かなり低い位置から始まってぐーっと上に吊り上がったラインで、まずはアイシャドウを入れました。これが吊り目の骨格にしてくれる大切なポイントなんだよね。じゃあね、眉骨をね、明るくして光を当てたらアイシャドウ1完成。あーは、1回目のアイシャドウできた。これね、シンプルだけどとっても大事。このアイホールの形自体を変えちゃう感じのね、アイシャドウ、大変よくできました。じゃあね、カットクリースやっちゃおうかな。こう描いたね、鋭くて吊り上がったカットクリース。じゃあまずはね、カットクリースの形にその下のアイシャドウを消していきます。
うん、オッケーオッケー。この角度ね。うん、このままよ。はい。そしたらね、コンシーラーで新しいまぶたを作っていきます。うん、ほら、骨格変わったでしょ。ねえ、すっごい。そしたらね、カットクリースの縁に一手間、コンセプトの金ピカをね、ラインで乗せていきたいんだけど、この金ピカがしっかり目立つように、眉でも使った濃いブラウンのリップグロスを使って、まずは下地を描いていきます。ラメとかね、キラキラは下地が濃いと目立ちます。そしたらね、この今塗ったリップグロスのラインに沿って、ラメのキラキラを乗せていったら、カットクリース完成。あーは、カットクリースできた。ね、この目頭低くして目尻上げ上げにしてるからさ、どんな垂れ目でも釣り目に見えちゃうっていう寸法で、これ見て、このカットクリースのキラキラのライン、いいね、かわいい。大丈夫、できました。じゃあね、続いてアイシャドウの2。上まぶたの目尻側と下まぶたのアイシャドウ、まずは上下の粘膜の処理からやっていきます。うん、処理しちゃった。でね、目尻のアイシャドウを塗っていくんだけど、今回の鋭くて尖ったアイメイク、ね、この目尻のアイシャドウが一番大事。基本的に使っていくアイシャドウの色は、このアイシャドウの1で使ったのと同じ色で、最後に、ね、それにプラスブラックを足していきます。そしたらね、目尻黒でギュンギュンに締め上げます。ギュンギュンに。このまっすぐな目尻、すごいね。もう結構この継ぎ目に見えるよね。このね、まっすぐのラインがね、後でね、ウィングにそのままなってしまうの。だからね、とっても大事。そしたら、ね、今使ったのと全く同じ色で、下まぶたも仕上げたら、アイシャドウの2、完成。あーは、2回目のアイシャドウできた。ね、見て、このすんごい釣り目。やばい。元の私の目の角度、わかんなくなっちゃった。あれみたいよ。あの動物的な、目ぎつね。大変よくできました。では続いて、アイライン引いていきます。まずはね、目頭の白目の拡張していきます。うん、いつもの丸いやつ。
かい。そしたらアイライン描いていくんだけど、今回のアイラインは目頭だけ描けば大丈夫。うん、さっきアイシャドウでウィング描いちゃったからね。うん、でね、この目頭のアイラインの描き方にまたこう釣り目にするポイントが隠されています。ここまでヨピチャンネルを見てくださってありがとう。面白いなぁと思っていただけたら、いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また、登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると、喜びがこぼれ落ちます。どうぞよろしくお願いいたします。ペコリ。うん。この目頭切開をさ、こう角度をつけて長く引くっていうのはもちろんそうなんだけど、ここにさ、みんな山があるでしょ、黒目のちょっと内側、うん、その辺でアイラインの目頭を目の輪郭になじませちゃう。そうするとよりね、こう目頭側のまぶたが下がって見えるから釣り目に見えるよ。ボクシーアイって今流行ってるじゃない、あれのやり方ね。アーハオエアイメイクできた。ネヒョウのようなネギツネのような釣りに釣り上がったアイメイク、いいね、すごい。もともとの自分の目の角度をね、全然もう分かんなくするぐらいいろんなトリック使ってね、釣り上げてみたんだけど、あとこの眉毛とカットクリースに入れた金ピカサイン&コーというわけで大変よくできました。じゃあリップ。リップはね、基本的にはこの眉毛と同じぐらい、仕上げていきます。あー綺麗、うん、やばいね。まだちょっとね、金ピカが足りないんだよね。かといっていつもみたいな金色のストーンを乗せるともちょっと違うんだよな。よっぴよっき、よっきよっぴ。でね、つけまつげをつけてお着替えをしてまいります。
ラブ&ピース。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったら高評価やコメントをお待ちしております。サクッとチャンネル登録もしてってね。こちらドラグメイクチャンネル、ヨピチャンネルのヨピちゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。